それをインターネットを使って SNS、Twitter とかに写真を上げるようになって、そこで見ていて、見てもらえる人がだんだん増えてきて、今度はその飲めなくても見て楽しめる、インターネットの飲み物だけど見て楽しむものを作るようになって、その中で、もっと驚かせたい、楽しませたいっていう気持ちがどん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 出てきまして、その中で何か新しいものができないかなって考えたときに、その上から見るラテアートじゃなく横から見るラテアートとして 3D っていうふうにたどり着いて、でそれで、まあ、自分のできる技術を、いろいろあの手この手で使いこなして、3D を完成させました。山本さん、今日もYamamoto-san, 他跟我們說，他將來一定要紅，一定要個個都認識他的拉花。你看